エ d ディアムは MAX で動作するフリーなインスタントメッセンジャーであり、ライベスフ、エンゲツイットリンジェン、リブパープルといったライブラリーを使って各種プロトコルをサポートしている。MAX の c o c o a API を使って書かれており、GNU ゼネラルパブリックライセンスでライセンスされている。ただしエ d ディアムに付属している各コンポーネントのライセンスは様々である。 最初の ADM1.0 は2001年9月にリリースされた。これは当時大学生だったアダンイーザーが開発したもので AIM だけをサポートしていた。その後のバージョン番号の付け方は少し変わっている。ADM1.0 に対するアップグレードがいくつかあり、最終的には ADM1.62C となった。この時点で ADM チームは マルチプロトコル対応を実現するため完全な書き換えを開始した。ピジンのリブパープルライブラリーが実装され、AIM 以外の IM プロトコルをサポートするようになった。その後、ADM チームは GUI の改善に注力するようになった。ADM チームはこれらの修正をしたバージョンを ADM2.0 としてリリースする予定だった。しかし、実際には ADMX と解明した上でバージョン0.50とし1.0の半分ぐらいの完成度ということを表した。インテルベースの Mac で動作するようユニバーサルバイナリーでコンパイルされた最初のバージョンは ADMX0.88 だった。ADMX0.89-1 までリリースすると今度は名前を再び ADM に戻し2007年2月2日に ADM 1.0がリリースされた。その後も頻繁にバージョンアップを繰り返している。Apple はエ x c o d e による ADM のビルドをベンチマークに使い Mac の性能比較を行っている。ADM は以下のようなプロトコルをサポートしている。ADM はプラグインアーキテクチャを採用している。基本的な機能の多くがプラグインとして提供されている。例えば、 ファイル転送、グラウルサポート、スパークルサポート、オフザ、レコードメッセージングライブラリーなどがある。a ア m はまた、高度なカスタマイズが可能で、開発者が、エクストラスと呼ぶリソースを使ってカスタマイズする。サードパーティーのエクストラスは、数百あり、顔文字の見た目、ドックアイコン、コンタクトリストのスタイル、メッセージのスタイルなどを変更できる。また、 サウンドセットも複数用意されている。イベントをトリガーとした自動的な動作の変更には Apple Script が使える。ありがとうございます。